チャーリー、気持ちがいいな。マイト。父さん、母さん。マイト、元気そうね。父さんたち、3年前に死んだんじゃ。何寝ぼけたこと言ってるんだ。しょうがない子ね。夢なのか。ということは、3年ぶりに帰ってきたというのに。マイト、土産が後からドカンと届くからな。そうか、父さんたち海外旅行に出かけていたんだ。おかえり、父さん、母さん。夢か。マイト様、お目覚めのお時間です。うごめく巨大な悪の影。お迎えは9時に参ると泉さんから連絡がありました。ああ、マイト様、お花のご用意も怠りないということです。お花？旦那様も奥様もバラの花がお好きでした。そうだったね。母さんはシンクのバラがよく似合ってた。その美しさといったらもうこの世のものとは。うん、夢を見たよ、父さんたちの。やはり今日はご命日ですから。そうか、そうだったね、忘れていたよ。無理もありません。毎日目いっぱいハードですからね。扇風寺コンツェルンだけでなく世界の平和までもその肩に担われていらっしゃるんですからね。ご苦労様です。青木さん、お墓参り一緒に行ってくれるんでしょ？もちろんでございますよ。父さん、母さん、3年なんてあっという間だったよ。俺はあの日のことは死んでも忘れないよ。父さん。巨大な悪？世界を狙っている勇者特急。父さん。墓はあっても墓ないですな。相変わらず下手なシャレだな、青木。父さん。マイト、よく来てくれた。じいちゃん。どうじゃ、似ていたじゃろ。悪ふざけが過ぎるよ。マイト、怒った顔もなかなか可愛いぞ。女子にモテるじゃろ。ノーイズミさん。はい。マイト、
墓参りが済んだらそこの茶店でお茶でもどうじゃ。茶店？ほれそこじゃそこ。じいちゃん、茶店じゃなくて茶店じゃないか。マイト、いい男は細かいことにはこだわらんものじゃぞ。のう泉さん。はい会長。さあアキラたちの供養じゃ。なんでも好きなものを頼んで構わんぞ。払いは青木が済ませてくれるからな。いらっしゃいませ。何になさいますか。おほう、めんこいおなごじゃのう。マイト。マイト。君、どうしてここに。マイトさん。マイト、知り合いなの。まあね。まあねだとこいつ。紹介しろ、紹介。じゃあ紹介するよ。吉永サリーさんだよ。吉永サリーです。吉永サリー。おお、わしの初恋の女子と同じ名前じゃ。この前は北原美恵子と言ったはずです。なんとかわゆい名前なんじゃ。わしは旋風寺裕次郎。ちょいと年上じゃけど、そこんとこよろしく。ずっと年上です。この茶店の娘さんか。いえ、アルバイトです。父が体を壊しまして。うん、若いミソラでアルバイトとは偉い。ノーマイト。うん。そんな近頃珍しい親孝行のサリーちゃんに乾杯じゃ。皆の衆も何でも好きなものを召し上がってくだされ、アキラたちへのいい供養になる。サリーちゃん、わし、クリームあんみつ。はい。白玉汁と安倍川こぶ茶むずき入り。何でもええぞ。アキラも若い頃は親不孝なやつじゃった。これはマイトにもまだ話したことがないことだが。え？アキラは若い頃うちを飛び出してな、町から町へと渡り鳥生活をしとったんじゃ。渡り鳥？そうじゃ、正義の味方を気取ってな。瑠璃子お嬢さん、ギターを抱いた渡り鳥なんかに触れたら不幸になるぜ。私、あなたについていくわ、一生。瑠璃子お嬢さん。アキラさん。そこまで俺に。よし、死ぬ時は一緒だ。アキラさん。強気をくじき弱気を助けるアキラはどこの町でもヒーローだった。それが突然帰ってきてな。ちょうどお前とお前が生まれる3ヶ月ほど前のことじゃった。アキラがわしに頭を下げたのはそれが最初で最後だった。それからは本当に人が変わったように働き始めたのじゃ。のう青木。はい。亡くなるその日まで何かに取りつかれたかのように凄まじいお働きでした。3年前あんな風に死ぬことが分かっていたのかもしれんな。青木さん、親父が戻ってきてじいちゃんに土下座したのは勇者特急計画を考え実行するためだったんだよね。はい、すぐに勇者特急計画を具体的に進められましたので。しかし、よくマイトのおじいちゃん許したもんだな。莫大なお金が必要な計画だったのに。いえ、旦那様は会長に勇者特急計画のことはお話になっておられません。え、でもそれじゃ余計に。浜田君、じいちゃんはすぐに初孫の俺が生まれたんで有頂天になってね、親父に社長の座を譲って何でも好きなようにやらせたんだよ。さようでございます。そうなのか。マイト、あの事故の後おじさんたちは殺されたのかもしれないって言ってたよね。ああ、証拠はないけどね。父さんが言い残した言葉が意味深だったから。
巨大な悪が世界を狙っているっていうあれだね。ああマイトさん、さっきからずっとあのエレカがつけているような気がするんです。泉さんもそう思いますか？見るな、俺もさっきから気になっていた。スピード落として様子を見よう。かしこまりました。考えすぎだったかな。そうだマイト、時間があるならアオトの工場に寄っていかないか。実はマイトに見せたいものがあるんだ。見せたいもの？泉さん、今日は先代社長ご夫妻のご命日です。スケジュールはすべてオフにしてあります。さすが泉さんだ。今まで生きてきた中で一番幸せって感じだわ。マイトさんにも思いがけず会えたし、おじい様とも知り合えて、あんな優しい言葉までかけてもらえるなんて。勇者特急計画第2段階のマイトカイザーだよ。これがマイトカイザー。降りる特急とカイザー1から5の6つのメカが合体すればマイトラインに匹敵するロボットになることができる。このマイトカイザーが完成すればエースのジョーの飛竜になって必ず勝てるさ。エースのジョー、大阪工場長、マイトカイザーの完成にはあとどのくらいかかりますか？このペースでいけばあと4週間ほどで完成だ。よろしくお願いします。エースのジョーには負けるわけにはいかないんです。ああ、青戸の工場長に任せなさい。勇者特急計画も工場長や浜田様のおかげで当初の予定以上に進展してまいりましたな。そうだね。これも全ては先代社長の計画があったればこそだよ。おそらく旦那様は渡り鳥生活をなされていた頃に闇にうごめく巨大な悪の存在を知られたのでしょう。それで勇者特急計画を推進するためにお戻りになられたに違いありません。巨大な悪が世界を狙っている。マイトラインの活躍ぶりを父さんに見せてやりたかったな。見ていただきましょう。え？浜田君。うん、僕が編集したマイトラインのスペシャルビデオだよ。さあ先代、ご覧になってください。工場長、今日はご命日ですからね。ありがとう。浜田君。オッケー。レッツマイゲイ。マイゲイ、レッツゴーマイゲイ。パワーを全開。Let's
だ。旦那様も大喜びです。まだ戦いが終わったわけではないよ。父さんが言い残した巨大な悪の存在もまだ定かじゃない。世界中に本当の平和が訪れるまでこの勇者特急計画は完了しないんだ。マイト君よく言った。その通りだよ。旦那様も大喜びです。その先代社長からもう一つマイト君へのプレゼントがあるんだがね。父さんからのプレゼント？先代社長が巨大な悪との対決のためにお考えになっていたマイトステーションの変形システム、大列車フォートレスだよ。大列車フォートレス？うん、見たまえ。ここまでが現在のマイトステーション、そして大列車フォートレスへ変形だ。これが大列車フォートレス。そう、これが勇者特急計画の最終段階、大列車フォートレス。ロコモライザー、アニマル特急、レスキュー特急、そしてマイトカイザーが変形するドリル特急の4両を搭載する史上最強の空中要塞だ。すごい、すごすぎる。父さんがこれほどのものまで準備しておかなければならないくらいの敵なのか。父さん、巨大な悪とは一体何なんだ。赤外線センサーか。しまった。潜入者あり、秘密工場内に潜入者あり。なんだって？貴様は何者だ？小僧が俺の相手になるっていうのか。舐められたもんだぜ。死ぬ！貴様、将軍御船の配下か、ホイコーローの配下か、カトリーヌ・ヴィトンか。大
あれの配下なんだ。俺様をバカにするんじゃねえ。俺様は。なに。愚か者めが。バカな。一体誰が。マイト。巨大な悪が世界を狙っている。巨大な悪。ヤングの前に男が現れ、勇者特急隊の戦闘データを集めれば大金をくれるという。ウォルフガングは部下を人質に取られ仕方なく従うことになった。マイトガインたちの戦闘データが次々と取られていく。その陰には巨大な悪の存在が。次回、勇者特急マイトガイン、勇者特急調査司令、正義の力が嵐を呼ぶぜ。